サイキットラーンは Python のオープンソース機械学習ライブラリーである。サポートベクターマシン、ランダムフォレスト、クラジエントブースティング、経験防ぼ DBS 感などを含む様々な分類、回帰、クラスタリングアルゴリズムを備えており、Python の数値計算ライブラリーの何イとサイパイとやり取りするよう設計されている。サイキットラーンプロジェクトはデビット・カーネーポによる Google Summer of Code Project 試ツラーンとして始まった。名前はサイキットつまり独立して開発、配布されるサインパイのサードパーティー拡張であることを示している。オリジナルのコードベースは他の開発者に後に書き換えられた。様々なサインパイツールキットのうちサイキットラーンとサイキットイメージは2012年11月にウェル マンテインドポピュラーと評されている。2015年以降、サイキット・ラーンは活発に開発されており、インディア、テレコム・ペリステク、そして部分的に、グーグルの援助を受けている。エバーノートは、サイキット・ラーンを使用しており、ライブラリーのナイブベース分類機で、ユーザーの投稿から、食べ物のレシピであるものを判別している。またメンデレは、 サイキットラーンのシンガポールドル回帰アルゴリズムを用いて推薦システムを構築している。サイキットラーンの API はワイザーフと呼ばれる非フリーなランダムフォレスト実装を提供するワイズイオに採用されている。ワイズイオのビジネスパートナーであるコンティニューム i o はデータスループットがサイキットラーン実装の7.5倍に上昇したと述べている。これを受けて サイキットラーンの開発者らはメモリ使用以外の部分で w イズ e IO に並ぶよう実装を最適化したと主張している。サイキットラーンは大部分が Python で書かれている。いくつかのコアアルゴリズムは性能向上のためサイソンで書かれている。サポートベクターマシンはリベズブームをラップするサイソンで実装されておりロジスティック回帰や線形サポートベクターマシンは リブリニアの同様なラッパーで実装されている。ありがとうございます。